What's up, everyone? This is Sora! Sora Senpai Club is starting now, and this show airs every Sunday from 10 p.m. on YouTube. Okay, anyway, this week's guest is same as last week. It's a voice actor, and his name is Hama Kento-san です! どうも、今回もお邪魔します、Hama Kento です。今回も、はい、お邪魔に来てくれています。まあ、この番組ね、ハマちゃん後で、まあ、放送されてる時にさ、コメント欄とか見てもらえばわかると思うんだけど、うんうん、まあ、とにかく海外の人たちがたくさん見てくれてます、うん、ね、そういうことで、ハマちゃんは海外に行ったことある？上海に1回だけ。1回上海だけ？上海だけ。それもあの仕事で刀剣乱舞っていう、あのコンテンツに出させてもらってるんだけど、うん、それがあの上海で開かれる時に、イベントに参加させていただいた。上海どうでした？本当にね、うん、あと6億回行きたい。あ、ほんと？俺行ったことないのよ。でも一度は行って行きたいところだよね。あのチンタオビールがそれはそれは美味しい。あ、そう。ご飯は美味しかった？ご飯、ほんとにね、うん、ほんとにうまいの。あ、そう、ほんとに美味しそうね。え、でもその時に、あれ？海外に行く飛行機に乗ったのはその時が初めてだよね。その時が初めてで最後かな、今のところ。あ、そう、うん、なんか他にこんな国行ってみたいとかはないの？シンガポール。あ、シンガポールね。シンガポールのあのホテルの上にさあるプール、はい、あそこにどうしても俺行きたいってずっと言ってんのにさ、うん、ということで、はい、まあ、海外ということなんですが、この第2部はこんな企画でございます。名付けて Notice Me 先輩ガチャほう。ハマちゃんに気づいてほしいよという人たちから、質問を集めました。あ、なるほど、そうなんですね。そうそう、で、その質問がそちら、左にあるキラキラと輝いているガチャが見えるはずなんですけど、これか。お互い、そう、あの世界中の方からの質問がたくさん届きました、うん、ありがとうございます。それがね、そのガチャの中に入ってるから、まあ、ガラガラと回していただいて質問を、読み上げるから、それについて質疑応答させてくださいっていう面接です。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まずはそしたら、あの自己紹介と、どちらからいらしたのか。高知県から来ました、ハマケントです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いいたします。好きな食べ物はパイナップル、好きな女性のタイプはボーイッシュ、好きな言葉は笑顔、引いていきます。はい。いいね、ハマちゃん。引いてください。引いていきます。はい、あ、早速出ました。出た？サベルマレーシア。ほう、マレーシアからですね。すごいな。はい、はい、そらちゃん、ハマちゃん、元気ですか？元気だよ。ほう、ハマちゃんは最近ゲーム配信していると思いますが、きっかけは何ですか？そしてお気に入りのゲームは何ですか？二人とも大好き。ありがとうございます。ありがとうございます、サベルちゃん。はい。もともとゲームはずっと好きっていうのはちょっと業界に入った時から発信させていただいてるんですけども、うん、格闘ゲームもちょこちょこやっておりまして、うん、その格闘ゲームが好きっていうのが実を結んで、うん、浜田さんでその配信をさせていただけませんかっていう声がかかり、うん、やらせていただきますって感じで、今ストリートファイター5っていう格闘ゲームメインに、はいはい、知ってますよ。あ、うん、知ってるんですね。ファイブ知ってるよ。いや、本当に面白いゲームなんですけどもね、うん、それをちょっと今配信でやらせていただいてる感じです、うん、そうなんだ、はい、俺も結構格ゲーは好き。お、何が好き？キングオブファイターズとか。今度新作が出るね。あ、そうね、うん、いや結構つながってんね、ここね。いや、あのね、あ、うん、新作多分あれね、うん、クソ面白いよ。あ、本当？でもさ、大人になったらゲームやる時間作るの大変じゃない？あとゲームやる時間作るのも大変だし、ゲームやることによって蓄積する眼精疲労の心配しちゃうよね。あ、なるほどね。そっか、結構だ、格ゲーとかも忙しいもんね、目がね。本当に。そっかそっか、まあ、じゃあこれからもゲームはたくさん楽しんでやってください。お待ちしております。はい、じゃあちょっと次の質問いこう。はい、なるべくどん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 答えていこう。そうだね。そうそう、続いてがこちらでございますね。レジーナ、オーストラリア。浜さん、そらさん、こんにちは。こんにちは。浜さんの大ファンです。あ、ありがとうございます。演技や歌声が大好きです。よく自炊すると聞いたのですが、うん、何を料理するのが好きですか？一番料理する頻度が多いものってことなのかな、多分。そうね、多分そういうことだよね、うん、じゃあ肉じゃがかな、多分、うん、あ、なんかちょっと家庭的。いや、あのね、自分で言うのもあれなんですけど、うん、結構料理がどうやら才能あるみたいで、うん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 、で、肉じゃがはその
お母さんが作ってくる料理、うんうん、料理の中で一番好きで、うん、そうだからそれを再現したくって自分でも作るんだけどなかなか再現できなくって、うん、だから結果的に一番作ってるって感じかな。そうなんだ、うんうん、えじゃあ結構週のうちに何回かは自分で作ってるの？最近はめっきり減っちゃったけど、うん、それこそデビューして、なんだろうな一人暮らしを始めてからデビューして 1,2 年とかはマジで毎、うんまあ作れる時はずっと作ってた。あそうなんだ、うん、最近自炊してないってことはあれか忙しいのか。あとはそのね疲れたからもう今日これいいやみたいな。そうね年になっちゃったらそうだよね。料理なんてさ普通人間の欲望としたらさ食べたいっていう欲望があるじゃない。まあまあまあ確かにね。それになった時にさ作るっておかしいと思うの。あ、そっか、そらじゃあ料理があんまり好きじゃないんだね。無理無理無理、食べる専門。あ、だからね、それが違うんだもん、うん、俺、料理を作るのが好きなんだもん。あそう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 。だから例えばだけど、翌日が休みの日とかは、うん、あ、明日何作ろうかなって思うもんね。なるほど、思考回路が違うのか。そうそうそう。オッケーオッケー、じゃあ次の質問いこう。質問もう分かり合えない料理が好きな人となんてもう。俺が作る料理美味しいけどね。あ、ほんと、じゃあ今度食べさせて。いいよ。やったアルビー、フィリピン。ハマさんの明るい性格ってとってもユニークですね。ありがとうございます。明るい性格がユニーク、まあ、確かにハマちゃんユニークだな。収録やライブ中でまだ緊張しますか？どうやって緊張をうまく乗り越えられてますか？ですって。収録ライブは緊張しない。しない。オーディションは緊張するけど。あそう、うん、でもライブとかってめっちゃ人いるじゃん。緊張しないの？全くしない。あ本当？本当にしない。ライブはなんで？わかんない。え初めての時も緊張しなかったの？初めてのライブの時は緊張した、アイドルマスターサイド M っていうコンテンツのライブは多分俺が覚えてる限りだと一番最初のライブになるんだけど、うんうん、その時はキャッパーが確か200か300ぐらいのところで、うんうん、俺と、うちの先輩の、増本さんとあと熊谷健太郎の3人で、ユニット組んでるからその3人でパッて出て歌って踊るんだけど、うんうん、その時はさすがにちょっと緊張したけど、でもなんだろうな、もともと舞台もずっとやってたから、うん、結構そのなんだろう、人前に立つっていうのはずっとやり続けてきた人間だから、うんうん、そんなになんか頭が真っ白になるみたいなことは全くなかった。あ、そうなんだ。練習通りのパフォーマンスがちゃんとできた感じ、うんうんうん、これでもさ、もしかしたらこの人あれかもね、緊張してる場合になんかこうどうやったらうまく乗り越えれるかって知りたいのかもね。いろいろやったけど、緊張しない緊張しないって言い聞かせるよりは冷静に自分の今の状況を分析した方がなんか乗り越えられる気がするけど、どう？あとなんか確か怒る逆ギレするっていう人もいた。確か怒りはなんか緊張すごい解きやすいんだって、うんうんうん、そうだから逆ギレしてパフォーマンスに臨むっていう先輩。なるほどね、うん、じゃあアルビーさんぜひですね逆ギレして逆ギレしてください。臨んでください。何か緊張する時があればね、発表心の中でブチギレながらちょっとやってみてください。OK、 あ出たよ。出た、はい、ニャム日本ですね。この方は欲張りだね、ハマちゃん。どういうことですか？4つ質問来たよ、1つのツイートの中で。そらさん、ハマさん、こんにちは。こんにちは。まず1つの質問は、ケントの由来を教えてください。親父がケントっていうのはつけてくれたんだけど、もともとカイトっていう言葉の響きが好きだからカイトにな、うん、しようと思ったんだけど、うん、でもいい漢字が浮かばなくって、いろいろ探してたら、健やか、うん、健康の健。うんの人で、ずっと健康にいてほしいからケントにしたっていうふうに言ってた。なるほどね、うん、そっか。で次の質問がね、最近ソシャゲに課金しましたか？相当遊んでたけど、最近は、うん、ゲームはもう空いた時間があったらストリートファイター5をやってるかもな、ね、なるほどね。次はね、異世界転生したら魔王になりたいか、勇者になりたいか。魔王。魔王。魔王。なんで魔王？勇者だったら多分ね、楽して勝てるんだよね。多分楽してっていうか、うん、いろんなコンテンツを見てると過去がすごいあるけど、うん、魔王はもう決められたスペックで上限になっちゃってるから、うん、策を凝らさないと勇者を打倒できないじゃん。あ、そうかそうか。そうそうそう、その策を考えるのがすごい楽しそう、うん、なるほどね。個人的には倒しちゃうとやっぱり、うん、あのデスルーラで元の世界に戻っちゃうから、はいはい、俺は HP1 を残して瀕死状態にして、うん、捕まえる、うん、でそのままずっと、はいはいはい、わかりました。これあなた止めないと進めていっちゃう人でしょ。スマホの充電残り何パーセントで充電するだって、細かい質問、聞いたことない。こんなの何パーセント、いや決まってないけどな。毎晩ちゃんと充電する人、それ寝室に充電器を置いてないから、う
自分が一番よくいるのがゲームをする部屋なんだけど、そのゲームをする部屋にその充電する器具が置いてあるから、そこにいるときは 100% になってなかったらすぐにするかも。あ、なるほどね、うん、だそうですよ、ニャムさん。4つも質問ありがとうございました。次行こう、次行こう。そう、いや面白いね。ピオ、タイ。はい、今度はタイから来ました。はい、ハマさん、ソラさん、私はハマさんの大ファンで、木村龍のパフォーマンスがとても好きです。ありがとうございます。これまで演じたことのないタイプのキャラクターで、こういうキャラクターを挑戦してみたいというのはありますか？それこそ、先日ちょっと珍しい役に受かりまして、ゼロ次元アイドルっていうコンテンツの、コンテンツに参加させていただくことになったんですけども、その中にある古月っていう、チームの、かぐや玄華っていうキャラクターが、今まで僕が演じたことのないようなキャラクターになってて、どういうキャラかっていうと、結構おとなしいっていうか、なんだろうな、元気じゃない大人の余裕があってド S っていう、今までそういうキャラクターを演じたことがなかったから、ちょっと楽しみにしてるんですよね。確かにあまり浜ちゃんのこれまでのなんかこう役とは少し違うね、うん、それね。だいたい元気かその冷静にちょっと凛としてるかのどっちかが多かったから、なんかそういうちょっと一歩変わった感じだから、すごい楽しみだ。あ、そうなんだ。じゃあ結構、じゃあ浜ちゃんとしては同じようなこう役というよりは、どんどんいろんなことをチャレンジしていく。いや、それはそうだね、いろんなことやりたいね。なるほどね、役者としてね、うん、それはいろいろ試されるよね、演技力だったりとか ね、 そ、 うだね、その分伸びている気がしてね、楽しくてしょうがねえんだ。なるほどね、それはちょっと俺も楽しみです。とにかく浜ちゃんがどうやるのか。じゃあ次を最後の質問としましょう。 OK、 はい、最後は誰だ。次はこちらの方でございますね。サラ、イタリアでございます。仕事が終わったら家で何を楽しんで過ごしていますか？酒。お酒好き。何、ストロングゼロ。え、ストロングゼロ。何ストロングゼロ。あ、え、酎ハイ。 9%アルコール。 Yes。 OK。 ごくごく、ごくごく、ハイテンション。ハイテンション。あ、そう、え、ストロングゼロってなんかチューハイみたいなやつだよね、確かね。そうで、糖質とプリン体がゼロだから罪悪感が、ま、全くない。なるほど、美味しいのそれ。それはそれは、あ、そう、それはそれは、神様はこの飲み物を水にするべきだったね、うん、あ、そうなの。あ、そのレベルで好きなの。蛇口から出すべきだった、間違いない。あ、そう、え、じゃあ毎ほぼ毎日飲んでる系。やっちゃってんだこれ。もしかして冷蔵庫ガッと開けたら入っちゃってる系か。なるほどね。次浜ちゃんが来るときは、あのちょっと差し入れというかね、あのほらお水とかの代わりにそれ入れときますね。あの3本あったら、あの、うん、泥酔して帰れます。あ、そうか。いや失敗した。これ第1部1本、第2部2本、こうね、いや1本ずつやってもらえばよかったな。くそ、お願いしますね次は。申し訳ございません、うちのスタッフの気配りができませんでして大変申し訳ございませんでした。そんな現場あるといいな、ね、でそれさ、意外と酔っ払いの役とか来たときにそれやっときゃいいんじゃない。だから俺酔っ払いの役にすげえ得意なんだよ。あ、そう。いやもう酔っ払ってなくても、酔っ払った感覚は、うん、毎晩味わってるから。味わってるから。あ、そうですって。お酒は好きなんで、うん、でも声優さんってお酒好きな人多いの。飲めない人以外みんな好きなんじゃないかな、多分、ね。あ、なるほどね、うん、俺はまあぼちぼちかな。まあ、どっちかというとドンペリみたいなものを飲むものが好きでして、あんまりねちょっと庶民的なもの俺向いてないのよ、ごめんなさいね。という形で終わりたいと思います。かしこまりました。第2部は以上となります、はい、たくさん来てるのよ浜ちゃんには。ありがとうございます。そうなので浜ちゃんのねこう活躍っていうのは世界にもなんていうのこう届いてるわけですよ。もっと発信していくね、頑張るね。ぜひぜひね、たまに英語とかでなんかハローとかつぶやいてみて、多分すぐみんな喜ぶと思うから。あ、そうすか、やってみよう。そう、ハローとかね、ぜひやってみてくださいよ。やってみます。はい、ということでじゃあ第2部終わりなので、はい、今日はチャンネル登録お願いっていうか、チャンネル登録してねって一緒に言って終わりたいんだけど、いいですかね。いいよ。よし、じゃあそういうお願いということで一緒に言いたいと思います、はい、せーの、チャンネル登録してね。ハマちゃんでした。 Thank you。 発音いいな。チャンネル登録してね、今すぐによろしくね、よろしくね、よろしくね。